もうちょっと暗くするとはっきり見えますけれども、やっぱ寝室が映画館になる感じたまんない。めちゃくちゃ感動します。どうも皆様こんばんは、セゴリと3世でございます。さあ今日はリクエストも非常に多かった商品をご紹介したいと思います。というわけでこちらです。ジミーエルフィンです。プロジェクターですよ。家庭用のスマートプロジェクターというやつ、今すごい人気でコメント欄でもぜひやってほしいっていうことで今回ビシッとご紹介したいと思います。今ねプロジェクターの技術ってすごくって、ちっちゃくて薄くて軽くなってるんですけれども、僕がなんでこれ導入しようかと思ったかっつうとさ、5歳の娘いいんだけど寝かしつけるじゃん。でその後にね夫婦でこう川の字になってさ見るんだけどね、テレビとかをスマホで手痛いのよ。寝っ転がってねスマホでバーって上に持ち上げて見続けやっぱ限界があるし、画面もちっちゃいし迫力がないなっていうこともあってね、寝室でも使えるのかっていうのも検証したいし、これがめちゃくちゃ人気なんだけれども、なんでそんなに人気なのか、これからビシッと見ていきたいと思います。というわけで行ってみましょう。はい、というわけでこちらがジミーエルフィンです。開けていきましょう。たらーん、おー綺麗だ、めちゃくちゃ真っ白です。これ本体だから後で詳しく見るとして、取扱説明書に FAQ、 あとジミーを選んでくれてありがとうカードですね。 AC アダプターと電源ケーブル、リモコンはこんな感じ、ジミーっていう風に入っていて、上が電源ですね。それと Google ですね、それを起動するボタンとかカーソル的なものがあって、ボタン自体は非常にシンプルですね。使いやすい構成になっています。そんでこちらが本体になるわけです。この横幅ね、こんな薄いんだね。今高さはですねわずか4センチ、 973g と非常にですね持ちやすくなっています。でここにカメラがあって、ファンがアリーの電源、そして HDMI、USB、他にもですね、入力端子がありますね。いいね、何気に拡張性高いじゃん、これ。じゃあ電源入れたんで差し込んでいきます。バシーンと。よくわかんないけど、これでもう起動できんのかな?とりあえずポチッと押してみましょうかね、B シコンと。なんかね、5秒で立ち上がるらしいんだけど、ほんとなんかな?ちょっと数えてみよう。お、ついた。おーおーおー、光った光った。起動早ー、これ。あと、自動アジャスト機能とか、障害物回避とかもあるんで、ちょっとそれも確認していきましょう。ポチッとな。今ね、ドアにもかかってるし、斜めってるんだ。おお、マジか、すげー、本当になったな。はい、というわけでこんな感じでですね出てきましたけど、すげえ綺麗です。やばいな、こんなに美しいんだね。全然歪むとかチラチラするとかそんな感じないですよ。すっごい綺麗です。これ 1080p のフル HD で映し出せることはもちろんなんですけれども、説明ではですね明るさがですね800アンシルーメンっていうことなんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよこれ。ほんとその通りだと思う。ちなみに昼間の明るい時に撮影してもこんな感じ、800アンシルーメンは伊達じゃないっすね。ちなみにちょびーっと暗くするとこんな感じ。それでもねかなりはっきり見えますし、大画面なんで楽しいです。もうちょっと暗くするとはっきり見えますけれども、やっぱ寝室が映画館になる感じたまんない。めちゃくちゃ感動します。 Android TV 10.0 搭載っていうことで、こうスマホライクですよね。こう簡単にですねいろんなものを検索して映し出すっていうことができます。ちなみにディズニープラスもこれで見られるんで、家族で楽しめるっていうのも嬉しいですよね。声でも操作することができるらしいんですよね。じゃあやってみようかな。ねえ Google、 来週の天気は?松本は日曜日から今度の金曜日まで最低気温が20度台前半で曇りでしょう。来週金曜日は20度台後半になる見込みです。っていう風にですね検索することもできますよ。非常に簡単。
綺麗だしね、音もまずまず問題ないし、何よりすごいヌルヌル動くな、これ。モーション補正技術っていうのが効いてるんだね、これ。エモーション補正っていうのがあるんだけれども、それでめっちゃ効いてる、すごいふわふわって動くのはよくわかります。YouTube 上にアップするとですね、なんかわかりにくいかもしんないですけど、フレームレートですよね、が上がったようにすごいふわふわって柔らかく動きますよ。ハーマンカードとの技術提携も行ってるっていうことで、音はすごい良かったですね。ただどうしてもサウンドバーとかサラウンドとかそういったものの音かって言われると、まあそこまでじゃないかなっていうところではあるけどね。でも十分聞ける音ではあります。はい、というわけで PS5 をですね、今ジミーエルフィンにつないでやっていきたいと思います。スクワットですけど、他の2人はノラですけど、うちの娘がいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、パパもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。あ、いた。うわ、刺された。あ、でも問題なくできるってことが分かってよかったな。すごい楽しかったな。はい、というわけで今回はめちゃくちゃちっちゃいプロジェクタージミーエルフィンをご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、すんげー軽い。これはね、持ち運びにはめちゃくちゃ便利だと思いますよ。こんだけちっちゃいし、薄いし軽いんで、下にはですね、しっかり三脚の穴があるので、三脚を使えばですね、もちろん水平っていうこともできますし、しっかりですね、90度ですよね。あれぐらいですね、倒れる三脚があれば、天井に映し出すということも可能です。プロジェクターイコールスクリーンっていう風にね、皆さん捉えがちですけれども、白い壁があれば基本的には映し出すことができるわけなんで、例えば友達とか家族とかね、まあいろんな人が集まった時にでっかいスクリーン持っていくの大変だけど、まあこれだったらパパーンと見ることができますから、しかもスマホライクに使えるっていうね、まあそれこそですね、いろんなサブスクもそうだし、もちろん音楽も聞くことができるんで、様々な使い方ができますよね。明るさもほんと綺麗だから、プロジェクターっていうとね、部屋をまあものすごい暗くしてピント調整とかですね、台形みたいなのが狂っちゃうとか、まあそういうのもあったと思うんだけど、自動的に調整してくれるし、本当に快適でしたよ。ジミーはね、プロジェクターではすごい有名だけど、確かに人気になる理由はものすごくわかりますね。長時間使えるから、これ使い倒してくださいって書かれてるぐらいめちゃくちゃ長く使えるみたいなんで、しかも目に優しいっていうですね、まあすごいメリットもたくさんありますよ。音も全然問題ないですし、さっきみたいに PS5 をつなぐとか、まあ、他のゲーム機もそうだし、ブルーレイレコーダーもつなげられますしね。あとは 3.5 ミリのですね、アンバランスケーブルも入れられるんで、家族がですね、起きて迷惑かけちゃうっていう場合には、天井にだけ映し出して、まあ、イヤホンとかですね、有線でつなげば、寝室がですね、それこそ大きな映画館になりますから、これは使い方次第でものすごい楽しめると思います。画像もですね、スルスル動かすことができるんで、従来のプロジェクター感っていう、こう、カクカク動くっていう感じでは全然ないです。それでいて何より嬉しいのが低価格ですよ。めちゃくちゃいろんな機能スペックっていうものを搭載しておきながらですよ、ものすごい手が取りやすい価格なんで、プロジェクター1台は欲しいなと思ってる人にはですね、すごい嬉しい商品じゃないかなって思います。そうね、まあえて残念なところを言っていくと、サウンドバーとかに音はかなわないですよ。それはしょうがないよね。まあここにですね、いろんなものを積んでいるんで、ものすごいスピーカーも優れてるかっていうと、やっぱそこの超突破してるってことじゃないんで、そういうのはやっぱりですね、オーディオケーブルがあるから、その辺から拡張していろいろ広くしていくっていうのも一つの方法かなとは思います。あとは焦点距離かな。焦点距離がめちゃくちゃ短いわけじゃないんですよ。壁にひっついてもバーって映し出せるっていう、まあ、そこまでのものじゃないんで、ある程度の距離を取って映し出せばいいと。まあまあ天井に映し出すとか壁に映し出すのにめちゃくちゃ近づける必要ないから、 Amazon とかで売ってるですね、安い三脚でもいいと思うんで、くぐっとくくりつけてポンって置いておけばもうそれで十分使えますから。ファンの音もね、ある程度するけれども、まあ超大きいってわけでもないから、僕個人には全然気にならないですよ。レビュー欄とか見てもみんな高評価なんで、まあ、確かにそうだなと思う。これは高評価になるなっていう風に思いました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Insta、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つうわけでまた明日、あちゃお。